谷口清子は日本の関西を拠点に活動するディスクジョッキー、ローカルタレントである。本名、谷口清子。清 P の愛称がある。タレントオフィス友達関西支社所属。京都産業大学現代社会学部客員教授。兵庫県宝塚市出身。京都産業大学卒業後、2年間軍勢に勤務。その後、結婚式場の司会を経て、セントギが、 そして、名古屋の f m 愛知と東海ラジオの番組を担当した後、現在に至る。愛病の銀次郎と桃太郎の2匹と生活している。金太郎は生居。リリー・清口グチホセ・口名義で、下口正光と3枚の CD を出している。2008年に、京都産業大学大学院法学、研究科法律学専攻博士前期課程へ入学。 国際法を専攻し、国連安全保障理事会をテーマに、修士論文を執筆して、同課程を修了した。また、2014年には、大谷大学大学院文学研究科哲学、専攻博士前期課程庭入学、和志田誠一に指示し、マルティン・ブーバーに関する修士論文を執筆して2018年3月に、同課程を修了した。2018年4月からは、 京都産業大学現代社会学部客員教授を務め、キャリアに関する講義を担当している。韓国の大学に語学留学した経験があり、番組に招いた K-POP アーティストとやりとりができるほど韓国語が堪能。以下はいずれも FM 大阪の番組、軍司貞則著、ラジオパーソナリティ -22 人のカリスマ奏者、関西ラジオ DJ の女王、 初舞台に挑戦。lmaga.jp https://www.lmaga.jp コロンスラッシュスラッシュニューススラッシュ2016スラッシュ11スラッシュ17425スラッシュ2019年6月24日閲覧 abcde 京都産業大学現代社会学部の客員教授に、本学卒業生で、 ラジオ DJ タレントの谷口清子氏が就任。京都産業大学。2018年6月5日閲覧。アルファーステーションチャミートレーン内における本人発言 ABCD 野口幸。足並みの文化校 13DJ タレント谷口清子さんの哲学。毎日新聞大阪長官15名。2018年6月5日。ありがとうございます。